どうも、ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。困ったわね。どうにかならないかしら。何を悩んでいるんだ？私の友達のことなんだけど、ついに夫との間に赤ちゃんができたの。へえ、それはおめでたいニュースじゃないか。それなのにどうして思い悩んでるんだ？友達のお母さんが産むことをもう反対しているの。それは困ったな。でも本人だって大人なんだし、親の言うことなんか無視して産んじゃえばいいのにって思うのよね。それも一理あるとは思うが、家族関係が悪い中で生まれてくる子供もかわいそうじゃないか？無理やり産めば必然的に実家との仲が悪くなるし、祖母と孫の仲が悪くて事件に発展したケースもあるんだぜ。そんな事件があったの？友達がトラブルに発展したら大変だし、どんな事件があったか教えてほしいわ。それじゃ今回は、中川区祖母殺害事件や祖母と孫の間で起きた事件を紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。最初に紹介するのは、中川区祖母殺人事件だ。この事件は2024年8月23日、同居する祖母を刃物で刺殺した疑いで18歳の孫が逮捕された事件だ。おばあさんを殺害するなんて何があったのかしら？事件があった住宅は祖母と息子夫婦、孫4人が生活していたぜ。合計7人となると結構な大家族ね。何があったのかしら？まずは事件発覚の経緯を話すぜ。発覚のきっかけは犯人の妹が SNS で発信したことだ。妹が SNS って通報じゃなくて？ああ、通報なんてできる状態じゃなかったからな。兄が人を殺しました。家族が人質になっています。といった内容を投稿したんだ。人質を取られていたのね。確かにそれじゃあ軽率な行動は取れないわ。その発信したメッセージを見たネット民が、警察に通報したわけだな。ネットでの投稿だから、おふざけと勘違いされるリスクもあっただろうに。いい人に見つかってよかったわね。通報を受けた警察は住宅に駆けつけたぜ。するとちょうど、そこに帰宅してきた少年の姿があったんだ。まさかその少年が犯人だったの？警察が声をかけ、部屋の一室に入ると、意識不明の状態で倒れている女性が見えたんだ。それが今回の被害者である少年の祖母だぜ。でもさっき SNS で他の家族が声を上げていたわよね。ということは家の中には他にも人がいるってこと？そういうことだ。警察が別の部屋を調べると少年の妹が拘束されていたんだぜ。拘束されていただけで亡くなっていたわけではないのね。しかし祖母は瀕死の状態ですぐに亡くなってしまったんだ。電気コードで首を絞められ、さらに刃物で胸を刺されていたんだ。少年も恐ろしいことをしたわね。相当恨みを持っているように見えるけど、少年は犯行を認めたの？認めたぜ。警察は少年を緊急逮捕したんだ。ここで事件の流れを補足しておくぜ。最初、自宅にいたのは少年と祖母だけだったんだ。その後、妹が帰宅して人質に取られたわけだな。それで、妹は SNS で助けを求めたのね。妹が帰ってこなかったらもっと発見が遅れる可能性もあったわ。それで、おばあちゃんの死因は何だったのかしら？電気コードによる窒息死と見られているぜ。だが、刺し傷も致命傷となっていて、歯が肺に到達するほど深く刺さっていたそうだ。かなりの殺意がないとそこまで深く刺さらないわよね。ああ、警察は少年に強い殺意があったとみて、現在動機などを調べているぜ。どうしてこうなってしまったのか気になるわ。私はおばあちゃんと仲がいいし、祖母と孫は仲良しってイメージがあったけど、そうじゃない家庭もたくさんあるのね。ああ、祖母と孫の不仲が原因で、起こった事故は他にもたくさんあるんだ。次は類似した事件を紹介するぜ。次に紹介するのは、南幌町祖母母殺害事件だ。この事件は2014年10月に起きたもので、高校2年生の A 子が祖母と母親を殺害し逮捕された事件だな。おばあちゃんだけじゃなくてお母さんも殺したのね。ひどい事件だわ。だがこの事件は、殺された側も大いに問題がある事件と言えるんだ。A 子は日頃から自宅で虐待を受けていたからな。そう言われると印象が変わるわね。具体的にどんな経緯があったのかしら？まず、殺害された祖母の夫は消防署に勤めていて、それなりに地位のある役職に就いていたんだ。しかし定年前に末期癌が見つかってすぐに亡くなってしまったんだぜ。まだ若いのに、残念ね。夫の死後、祖母には、多額の生命保険と退職金慰労金が入ったぜ。金銭的な問題は解決したけど、やっぱり祖母の悲しみは消えなかったんじゃないかしら？いや、そうはならなかったぜ。多額のお金が渡ってしまったことで、祖母は権力を振るって一家を支配しようとしたんだ。夫が亡くなった後だっていうのに何を考えてるのよ。祖母は母親を自分のものとして、A子の一家を離れで暮らすように命じたぜ。ということは結構大きな家だったのね。それにしてもひどいわ。A子の両親は仲が良かったが、祖母が父親に意地悪をしていてな。嫌気がさした父親は離婚して家を出て行ったんだ。妻や娘を置いて逃げるなんてよほどひどい仕打ちにあっていたようね。その後も祖母は権力を振りかざし誰も逆らえない状態だったんだ。その時から A 子は、祖母や母から虐待を受けるようになったんだ。守ってくれる父親がいなくなって状況が変わったのね。それにしても、母親も虐待に加わっていたってどういうことなの？近所の人たちは祖母についてこう語っているぜ。お茶会に誘われて家に行くと、FX をしてるとか、投資ファンドをやってる、といった話をする。そして、家の改修は私が工事費を出したのよ、といったお金持ちぶりをアピールする、とのことだ。FX や投資ファンドってもちろん彼女はそんなことしてないでしょ？してない可能性が高いな。夫の保険金や財産が生活の資金になっているのは間違いないぜ。大きな家に住んでいて夫も高収入だったから、ずっと豊かな暮らしができたんだろうな。人の手柄を自分の手柄にしてるみたいで嫌ね。しかし祖母がその資金を全て握っていて、A子一家の実質的なライフラインになっていたのも彼女だ。だから他の同居人は悲惨な暮らしを余儀なくされていたぜ。祖母に逆らうと生活の補助を断ち切られるってことね。それもあって A子は絶対的な権力者の祖母と、それに従う母親に虐げられる生活を強いられたんだ。負の連鎖が起こっているわね。そして近所の人は A 子の虐待についても言及しているぜ。ある人の家には警察が来て、通報があった。近所で虐待されている子供がいると聞いたが何か知らないか、と聞かれたそうだ。近所の人が気づくレベルのことをしていたのね。警察の聞き取りは何度か行われていて、近所の人たちも、A 子のことじゃないか、と噂していたくらいだからな。それなら近所の人もはっきり A 子の家だと、通報すればよかったのに。もちろん警察にもその話は届いていたぜ。だから A 子の家を職員が訪れることもあったが、祖母は一貫して虐待を認めなかったんだ。家庭内の問題の難しいところよね。さらに、この虐待に関する通報は2004年頃にも行われていたんだ。A 子は一時的に保護されたが帰ってきてまた虐待を受ける羽目になったんだぜ。それならもっと深く捜査してもよかったはずじゃない？そのことは雑誌の記者やニュースのコメンテーターも言及してるぜ。事件を防ぐチャンスは何度もあったのに、警察は何をしていたんだ、とな。事件が起きるまで誰も A 子の SOS を受け止めてやれなかったということだ。気づきにくい問題ではあるけど、過去に同様のことがあったら話は別よ。私も警察を非難したくなるし近所の人にも思うところがあるわ。近所の人はどのくらいその話を知っていたの？近所の人は虐待の実態をそれなりに把握していたようだぜ。祖母がしつけと称して母屋への出入りを禁止したり、雪の降る中を長時間防寒着もなしに立たせるなど、明らかに普通じゃないことが行われていたとな。しつけと言っても限度があるでしょ。むしろ虐待の言い訳に、しつけ、という言葉を利用してるだけに見えるわ。その通りだな。さらに A 子の学校の友達も、A 子がおかしな環境にいることは知っていたようだ。家で無理やり生ゴミを食べさせられたという愚痴を聞いた子もいたんだぜ。生ゴミを食べさせるって命に関わるレベルの危険な行為じゃない。そういった経緯から三女の A 子は他の姉妹と相談して殺害を決意したんだ。すでに家を出ていた長女は、睡眠導入剤や手袋を購入して A 子に渡し、A 子は眠っている母と祖母を、台所にあった包丁で殺害したんだぜ。ついにやってしまったのね。このことは大いにニュースで取り上げられたぜ。しかし事件の背景を知った人たちは A 子に同情し、祖母と母親が悪い、といった意見も多く聞かれたんだ。だから A 子が社会復帰できるように署名活動が行われもしたぜ。署名は15,534人分も集まったそうだな。私もそんな話を聞いたら署名したくなるわね。殺人は悪いことだけど、A 子には健全な環境で暮らして幸せになってほしいわ。次に紹介するのはさっきとは逆で、祖母が孫を手にかけようとした、千葉県孫暴行事件、だ。手にかけようとした、ということは殺害には至ってないの？この事件は2023年3月27日に起きたものだ。千葉県内に住む78歳の女性 B が、就寝中の9歳の孫に近づきロープを下ろしたんだ。孫は幸いにも目を覚まして逃げ出したぜ。そして残された B は自ら警察に自首して、逮捕されたという事件だな。これまたひどいおばあさんね。しかしこの事件も例外なく複雑な事情があったんだ。加害者である B は夫と長男、そして長男の子供、つまり孫と4人で暮らしていたぜ。長男の奥さんはいないの？孫が3歳の時に離婚したんだぜ。介護職をしていた父親はシフト勤務でなかなか休むことができず、孫の世話は B がメインで行い祖父はサポート役に徹していたんだ。最近は共働きの家庭も増えたし、小さい子の育児を祖父母がするのはよくある話よね。しかし保育園を卒園する間近に孫は、自閉症スペクトラムと注意欠陥多動性障害の診断を受けたんだ。小学校進学後、最初は普通学級に入っていたが、障害の特性上クラスに馴染むことができなくて、2年生からは特別支援学級に行くことになったぜ。無理に周りに合わせるより、自分の過ごしやすい環境にいた方が健全な成長を望めるものね。3年生からは普通学級に戻ったんだが、そこから学校に行くのを嫌がるようになったんだ。どうして普通学級に戻ったのかしら？それはわからないんだ。孫が偏見の目で見られるのを恐れた可能性もあるし、支援学級でうまくいったなら普通学級でも、という考えだったのかもしれないな。何にせよ周囲とうまくいっていないのが伺えるわね。学校に行きたくない理由を祖父が尋ねると、学校に行っても怒られに行くようなもんなんだよ、と孫は答えたんだ。さらに連絡帳にも、友達とのトラブルがあって困ります、と書かれていたみたいだな。普通学級っていうのは良くも悪くも、周りに合わせる人ほど優等生という価値観のところが多いから、障害を持った子はどうしても浮いてしまうわ。でも本人だってものすごく辛い気持ちを背負っているのよね。孫は学校で受けたストレスを、家で発散するかのようにわがままに振る舞ったぜ。B がそれを注意すると、うるさい、しつこい、と反発し、挙句の果てには、出て行け、とまで言うようになったんだ。本人が苦しんでいるのはわかるけど、孫のためを思って注意してるのに反発される B も気の毒だわ。そして小学生の割に体格が良かった孫は暴力を振るうようになり、高齢であった B はされるがままになってしまったんだ。反抗期は誰にでもあるものだけど暴力はさすがにダメね。そして生活も不規則になり夜はゲームばかりするようになったぜ。当然ながら、遅刻や欠席が増えていったわけだな。真面目で責任感の強かった B は孫の将来を心配したんだ。特に凶悪事件のニュースに出てくる人物を孫に当てはめ、いつかこうなるのでは、と不安視していたんだぜ。確かに凶悪犯罪を起こす人は、精神的に不安定だったり衝動性の強い人が多い傾向があるわね。B は孫の将来が心配でご飯も喉を通らなくなって、そのことを息子にも愚痴っていたようだ。祖父や父親と悩みを共有してみんなで解決することはできないの？それは B の性格上できなかったんだ。だから様々な問題を B 一人が抱え込む結果になったぜ。そして3年生の3月からついに孫は不登校になったんだ。孫と B は毎日2人で過ごすことになり、その度にひどい目に遭っていたそうだな。どこかに相談できなかったのかしら？一応スクールカウンセラーに色々と相談していたんだ。しかし相談内容は学校と一切共有されていなかったぜ。これまで相談してたのは一体何だったんだろう、と B はひどく落ち込んだそうだな。スクールカウンセラーは本人と学校をつなぐ大切なパイプでしょ。それなのにどうして共有しなかったのかしら？孫の状態は日に日に悪化していったぜ。3月26日の夜に孫は癇癪を起こし、祖父の左頬を平手打ちしたんだ。そして、出て行け、と暴言を吐いたぜ。B だけでなく祖父にまで？ B も第二次世界大戦終結後に幼少期を過ごしたため、戦死した父親の代わりに祖父母に育てられた過去があるんだ。当時は祖父や父親は家庭で最も偉い立場という風潮があり、孫が祖父を殴るなんてありえないことだったんだぜ。そんな中、孫が祖父を殴ったのを見て、B はさらにショックを受けたわけだ。祖父を殴ること自体もひどいことだけど、当時の価値観で最も偉い人に逆らうという、倫理観のなさにも絶望したのね。B を見かねた祖父は彼女をレストランに連れて行ったぜ。そこで B は、私もう限界です、と口にしたんだ。これは相当追い詰められているわね。嫌な予感がするわ。その翌日、B は自宅で段ボールを、まとめる作業をしていたが、物置にロープを見つけてしまうんだ。ロープってまさか？B は眠っている孫にロープをかけ孫を殺そうとしたわけだ。そして孫は逃げ出し B は警察に自首したというのが、事件の全体像だぜ。警察が来た時、B はクローゼットにロープをかけ、自ら命を絶とうとしていたんだ。孫が犯罪者になってしまう恐怖と、孫を手にかけようとしてしまった自責の念が渦巻いていたのね。そして B は殺人未遂の罪で逮捕されたぜ。残された人たちはどうなったの？孫は、ババ B は僕を真剣に怒ってくれた。気持ちを分かってあげられなかった、と深く反省したそうだ。そして夫も、限界ですと言われた時に早く助けてあげることができたら、事件を未然に防げた、と後悔したぜ。B が逮捕されて喜ぶ人がいなかったのは救いね。B はしばらく勾留されていたが、徐々に表情が和らいでいく様子が見えたんだ。そして裁判は10月12日に行われたぜ。事件の背景と殺害に至らなかった件などを加味して、最終的に懲役3年、執行猶予4年が言い渡されたんだ。みんなが反省しているということは、平和な日常を取り戻せる可能性が見えてきたわね。この気持ちを忘れずに、前向きな人生を歩んでいってほしいわ。今回の話はどうだった？祖母と孫は仲がいいものという先入観があったから、どの事件も信じられなかったわ。でも共通しているのは社会からの救済がなかったことよね。家庭内のトラブルは家庭内で片付けるという風潮が、未だに残っているからな。年齢が離れている分価値観の違いが大きそうなのも感じたわ。大抵は半世紀ほど年が離れているからな。お互いを完全に理解するのは仲のいい祖母と孫でも難しいことだぜ。なんだか改めておばあちゃんに連絡したくなったわ。いつ何があるかわからないんだ。元気なうちにいい思い出を作っておくといいぜ。というわけで今回は、中川区祖母殺害事件と、祖母と孫の間に起きた事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。